こんにちは、速の久保です今回のね「億万長者合宿」シリーズ河野太郎さんと来ましたんで私もねパキーンと政治家で打ち返していこうかと思います、まあ、河野太郎さんもデジタルに詳しいすごく魅力的な IT 大臣ではあると思いますけどもいかんせんね資格紙面と言いますかまだ頭が固いんですよねうんなんか頑固でねツイッターもすぐブロックするしまあ聞き分けのない人物とも取れることがあるかもしれませんまあでもね 新しい魅力を政治家という枠を超えて発信していることは私は確かだと思うんでこれからもね注目していきたいと思いますさあ今回紹介するのはあ立憲民主党の小川淳也さんですこの方はね民主党時代から政府の中枢にいてその前はあのー、自治省っていうところにいたらしいですよね今で言うとどこなんですかね総務省ですかね、うん、で東大を出た後 省庁に入りそこで官僚としての矛盾に気づきこれは政治家にならんといけんなということで地盤看板かばんなしということでね、えー、自分の一族には政治家さんなんて全くいなかったところから選挙に出たらしいんですよでしかも地元香川一区では対立候補がものすごく強力なね平井大臣、まあ、平井大臣こそ IT 大臣の初代だったですよね で、この人は、放送メディアも地元で持っていて、とてつもない有力者、メディアを占有してるんですよね。まあ、そういう、もう、頑強な、代々続く政治家一族に、竹槍一本、ふんどし一丁で立ち向かっていって、まあ、今ね、その、議席を勝ち取ってるわけなんですよ。いや、すごいなと思いますよ、これは。うん。まあ、それで、小川淳也さんが言うんですけども、あの、もしね、この国の総理大臣が、 いろんな報告を受ける中でね、もうみんな分かったと。いい数字はいいよと。これがうまくいった、あれがうまくいった、それはもういいんだと。それは君たちでもう,うまく処理してくれと。私が知りたいのは、悪い数字のことなんだよ。どこかで困ってる人はいないか社会の矛盾に立ち止まってる人はいないか。そういう声を上げてくれと。そのために総理大臣はいるんじゃないか。イエスマンばかりを求めるんじゃなくて、そうじゃなくて、ここが矛盾を起こしてよと。 ここが壊れかけてるよっていうことを知らなければ改革なんてできないじゃないかみたいなことを言われていてそれがね私の非常に胸を打ったというかねやっぱりこういう気概を持った人もいるんだなと思ったんですよで残念ながら与党の大臣になってないんですよ立憲民主党ですからね野党なわけですよねしかもその野党としてもどんどん人気が落ちている野党ですよ小川淳也さんもやってることが随分空回りして君はなぜ総理大臣になれないのかっていう映画まで 作られているんですよねこのパート2までであるわけなんですよいやこの映画がものすごくねブレイクしたんですよね。私も好きで見たんですけどね、うん。家族の反対を押し切って政治家になり、そしてその中でもなかなか花が咲かない。50までに答えを出してやめるんだと言ったけども、今50になって、まだ死んでも死にきれない気持ちで政治家を続けて、そして当選支持続けていることね。まあ、そしていろんな政権の闇を暴く。 そんな立ち位置でもね本当にビジネスとしてはいい数字に酔いしれるんじゃなくてうまくいってない人をどういう風にしていくかなってところこれが塾を上えする私たちに問われているんじゃないかなと思い起こさせるようなねそんなお話でございました。それでは、い,ってらっしゃい